梶谷選手は試合中によく行方不明になってしまい、鈴宮春日の消失からもじり梶谷隆之の消失と言われている。2013年のカープ戦で西満塁で打者がショートゴロを放つと、ショートの石川選手が捕球し二塁送球でチェンジとなるはずが、セカンドの梶谷選手が消えていた。梶谷選手はなぜか一塁方向にダッシュしており、二塁はだら空きでオールセーフになってしまった。この一件で中畑監督が切れてしまい梶谷選手は一軍からも消えた。2015年に梶谷選手はフェンス際の打球をジャンピングキャッチ。フェンスにぶつかりながら見事キャッチするも、前日のゆずのライブ終了後スタッフの過失で、フェンスが店上のまま放置されており、フェンスの中へとそのままダイビングし試合から消えてしまった。梶谷選手は内野では守備に難があり外野にコンバート、打撃が売りやボタッチなどの特徴が見られることから、将来的に畜生化して横浜から消失してしまうのではないかという、横浜ファンが後を絶たなかった。そして予想は当たってしまい巨人へと移籍してしまった。